財務的なところと、あと精神的なメンタルのところと、広報論のその頑張れるかどうかっていう、この3つが大事なんだと思っとる、実は。熱血コンサル、基礎産業。会社もしくは社長として大きく成長したと感じるポイントや案件がどなたもあるかと思いますが、基礎産業もしくは会長個人で考えたときに、この案件もしくはこのポイントで大きく成長したというような案件はありますか？案件でっていうとね、難しいね。やることを大きく変えたから伸びたっていうのがあるかな。基礎産業が大きく伸びて、いうかどの会社もそうだと思うんだけど、やっぱり引っ張り上げてくれる引き上げの法則っていうのがあるんだよね。やっぱり事業者として成功してる人と出会って、その人から学んでお金も出してもらって大きくなるいうのが、まあ引き上げの法則っていうんだけど、だからうちはやっぱりお金を扱うっていう、まあコンサル会社に資金の出入りで儲けるっていうふうに変えたんだよね、2年前にね。大きく、その前はもう資金調達っていうところと M&A、 まあ再生系 M&A っていうところが、まあほぼ5割5割ぐらいの会社だった。そのもっと前は M&A 仲介が大半だったんだよね。っていうふうに考えたときに、事業の変遷っていうのは3年で3回変わってるっていうね、ところがあるんで、劇的に変えたかなというふうには思うんですけども。だからその変えたっていうところが、まあ、非常に良かったっていうところで、この案件がきっかけでっていうのはちょっとないかな。だけど、この案件がきっかけで、あの事業のモデルを変えたっていう案件は2件ほどあるよ。もう今だからこそ言えるんだけど、北海道の苫小牧でやった案件なんだよね。これは、あれだよな。M&A の案件で、買い手と売り手っていうところがほぼほぼ決まってたんだよ。で、決まってたんだけど、社長は納得感があったんだけど、株主が弁護士を担いできたんだよな。で、なんでこんな安い価格で売るんだって、売るのは認められないっていうことで担いできた。俺も未熟だったんだよな。あの黄色い看板のところのアドバイザーやってたからね、なんかね。で、それでしくじったんだよ。1500万の案件を不意にしてさ。で、もう一つ、その時同時にやってた案件で、嘘つかれたんだよ。新橋の案件だった。うちは新橋に事務所あったからね、香ばしいやついっぱい来てたよ、ほんとね。もう新橋の案件で、まあ社長がなんか千葉の方の方だったのかな。で、それでその、騙されたんだよ。決算書嘘つかれとったんだよ。いや、決算書信じるやつ、その時俺も決算書ってやっぱり信じちゃいけないと思ったね。もう大嘘ついとったね。で、それで結局蓋開けてみたら再生案件ってことで、本来買収する金額と比べてもっとそのお金がいったみたいな、っていうことで資金が持たなくなって、制約直前になってフィーが取れなくなったって。だからその3000万の売り上げを吹っ飛ばしたんだよ。で、その時にやっぱり分からんちん同士で話をするっていうのはやっぱり良くないってこと。その他にも60件ぐらい俺持ってたからね。だからそういう M&A 仲介やってて、それで痛い思いをして、その大きく変えようっていう。だから失敗から学んだんだよな。成功から学んだわけではないんだよね、基礎産業って。これね、実は言うと俺 H 銀行時代もそうなんだよ。外回りをやってて自分で大きく成長した理由っていうのは失敗から学んでんだよね、実は。うまく取れなかったとか、焦げつかせたじゃないけど、なんか騙されたとか、いうようなことからやっぱり夢を見てはいけないって。俺、夢を見ない商売係って言われてたからね。要は業績表彰式の時のインタビューみたいなのがあった時に、なんか会社って何だと思いますかみたいな。いや、職場とかって答えてたぐらいだから。いや、だって粛々とやるだけじゃんだって、俺みたいなさ。だって、よその信用金庫から来た人間なんかは、そんな H 銀行なんかすりつぶして使うに決まっとるわけでね。だから支店長なんかに絶対なれないと思ってたから、独立っていうところまで、そこで変えたんだよね。独立するためにどういうふうに数字作るかとか、絶対にもう既存の人間が破れんような記録を作って俺は出ていくと思ってやってたから、だからそのマインドが変わったんだよね。失敗からマインドが変わったって。だからこの案件で大きく成長したっていうわけじゃなくて、失敗からマインドを変えて、そこへ努力をして大きくなったっていうところがあるかな。でね、これがね、野球のピッチャーなんかでもそうだと思うんだけど、三振に撮った映像ばっかり見てるやつっていうのはなかなか成長しねえってよく言うんだよね。やっぱ打たれたピッチングをした時にどうして打たれたかっていうところを、やっぱり失敗から目を離さないっていうところが、やっぱりそのうまくいった例ってだと思う。
そんだけやっぱりあがいてる中で失敗して売らなきゃいけないっていうところだけをやるっていうことと、資金調達ってところで儲けるっていうふうに決めて、これ正解だったよ。今あの黄色い看板のところなんか全国のやっぱり中小零細企業のボロ案件のゴミ溜め場みたいな会社になっとるだろうからね。で考えたらもうやっぱりそこ離れてよかったっていうふうに俺は思うもの。だからやっぱり失敗から学ぶってことがやっぱり一番大事なのかなというふうに思いますよね。やっぱり失敗をしても会社が続いていく必要はあるかと思うので、失敗をもとに新しいことをやって成長していくっていうところにはなってくると思うんですけど、その失敗をしても次の何をするっていうところを決めれるぐらいアイデアを出すためにいろんなことに小さいところがチャレンジしとかないといけないっていう形でしょうか。まあいうのもあるんだけど、やっぱりその売上の細分化ってよく言うんだよね。あの君明先生の企業水話とかよく見てて、俺がもう本当に震度を買った時に君明先生のあの言葉はすごい刺さったんだよな。売上を小さく分けないと高収益化できないって言ってて、俺はもう売上を要は小さくするために顧問料3万円からやってたからね。昔は2万円とか3万円とかからやってたから、1対1でやってよ。でそれでやっぱりこうどんどん積み上げてって今に至ってるんですけども、やっぱりそのために小さいお金を獲得するっていうところをバカにせずにやり続けたっていうところが今につながるのかなというふうに思うね。これがやっぱり M&A ばっかりやっとった今頃、やっぱ俺は多分やっていけなかったというふうに思うね。で大きな失敗ないのこれ。俺給料5万円だったからその時、今はもうそりゃあれおかげさまでなんだけどね。だけど昔はそうだったんだよ本当に。なんかうちの投資家がうちの会社見に来た時に言ってたもん、ベンチャーやってんなとか言って、エアベッドで寝てたしね俺ね。うちの2代目なんか寝袋で寝てたんよなんかね。そういう風な中でやっぱり今から泥臭いことやって今があるわけでね。だからそういうやっぱり失敗した時に、俺が失敗したからいけない、これでその時になんか自分がどういう風な手を打つか、例えば新橋に事務所を置いてて川崎から通ってたんだけど、この2つを一本にしようとかね、給料を思いっきり減そうとか、外部役員が結構いたからそれを整理したりとか、でそれとあとその今言ってやってることをね、やっぱりすごく小さくしたり、集客をその直接受注にしようということで YouTube を頑張った。そっから YouTube 頑張ったんだよ俺。だって100本出して300人しかいなかったんだよね。もうちょっとやっぱ難しいかなとか思ってた時にある動画が運命をつかんだんだよ。だから105本目で運命をつかんだんだよ。これだからみんなもあれなんだよ、失敗したからといって失敗の仕方としてその立て直すためのマインドの変え方なんだと思うよ。不毛地帯っていうドラマあったじゃん、なんか唐沢が出とったやつで、俺今でも覚えとるもん。あの石油を3回掘ってダメだったんだよな。あれなんかもう数百億損してんだよ。だけどその権利を与えたね、サルベスさんのその石油のその区を渡した人っていうのがいてね、もう絶対にその引くことは許されないと、4回でも5回でもやっぱり掘り続けて、もうここが石油が出ると思ってあなたに渡したんだから掘り続けないといけないっていうね。それでその生きただしがさ、大門社長にもうどうしてももう一回掘らしてくれと、もう何が何でもその交渉してさ、最後に掘った分が当たったわけじゃんか。頑張り抜くっていうことなんだと思うよ。やっぱ失敗を元に頑張り抜けるかどうかっていう。財務的なところと、あと精神的なメンタルのところと、方法論のその頑張れるかどうかっていう、この3つが大事なんだと俺は思っとる、実は言うと。で、基礎産業は実は言うとこの3つがたまたま揃ったんだよな。だから今の成功があるんだというふうに思いますね。ということはやっぱり引き上げてもらわないとダメ、引き上げてもらう場っていうのがうちの会社にあるんですよ、ね、そういうことで今もう本当はね、まさしも今もう自分で実弾持ってるから、まあ、普通に自分で顧問やると今50万ぐらいかかるらしいんだって。だけどそれをねなるべくみんなに分担してもらって、あの安く提供するという場があるんですよね。ということでうちの会社はグループコンサルというのをやっておりまして、だいたい1人頭10分から15分ぐらいかなと私とお話をさせてもらってるんですけども、毎月1万2000円かかります。10人1組と4人1組っていうクラスがあって、まあやっぱり資金調達が多いんですよね。資金調達のクラスと、まあ、あの一般経営相談、補助金助成金とかね、まあそういうのは6つのクラスというのがあって全部見て回れます。ご興味のある方はまあぜひねお問い合わせいただければと思うんですけど、今100社ぐらい来てまして、
200社ぐらいまで頑張ってやっていきたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。それと別にね、やっぱ資金繰りでやっぱりしんどいところを見られたくないとかね、いうようなことがあったりするんですね。そういうことで個別面談コースというのも別に設けておりまして、これは4万8000円かかります。で、だいたい20分から30分ぐらいお話ししてるかな。渋谷に来ていただければリアルに会うこともできます。で、これの何がメリットがあるかというと、僕が決裁者なんですよね。だって銀行の支店長に決裁直接してもらったことないでしょ？だから、直接僕と話して、僕ができるならできる。こういうふうにやるっていうふうなことが、その場で返答ができるという、まあ、メリットがあります。ご興味のある方は、この下の概要欄からお問い合わせいただければと思っております。それと、今が資金調達したいとかね、資金繰りが苦しいとか、そういった方いらっしゃいましたら、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。